あー、いい匂いだな。ほら。ありがとう。それじゃあ、久しぶりのジャイワール鍋で再会を祝いましょう。ああ。今の音、呪文か？一体何が？ジャイワールだ！ジャイワール軍が攻めてきたぞ！え？今、ジャイワールって言った？争うことは固く戒められているはず。それにジャイワールとオレンカは友好国よ。ガタガタ言ってる場合じゃない。とにかく今は町の人たちを守るんだ。そうね。ジャイワールの王子様さ、俺たちの幼馴染なんだ。まさか、ザールが関わっていないと思うか。大体片付いたな。へえ、ずいぶんでかいもの振り回してるじゃないのさ。ほら、お二人さん、ぼんやりしてる暇はないよ。オレンカを守るんだろ。だったらさっさとこいつを倒しちまわないとね。鬼コンボ
ただじゃ済まないよ。ほれ、なんて大きさなの。こんなやつジャイワールじゃ見たことなかったぞ。後に大きな隙ができる。やつの動きをよく見て、攻撃が終わった直後を狙うんだ。おっと、気をつけな。直接食らわなくてもこっちの動きが封じられる攻撃もあるのさ。やつの攻撃のタイミングに合わせてジャンプで避ければよろめかずに済むよ。おっと、敵がへばってるみたいだね。この隙に攻撃を叩き込むんだ。やめてやる。覚悟しておけ。オレンカの王よ。正義は我にありだ。引け。あいつチェザールだよな。ええ、チェザールが王子自ら攻めてくるだなんて、何があったっていうの。お二人さん、なかなかやるじゃないか。あなたこそ、さっきは危ないところをありがとう。あんた何者だ。少なくともオレンカの人間じゃないようだな。ちょっと、人に名前を聞くときはまず自分が名乗るものよ。そうか、お互い自己紹介がまだだったな。けどそれは後でゆっくり。どうやら私たちに用のある連中がいるようだからね。詳しい状況は未だ把握できておらんが、ジャイワールがオレンカを攻撃したのは事実。一体なぜこのようなことになったのか。ジャイワール側にどんな事情があったにせよ、オレンカは甚大な被害を被りました。断固戦うべきです。しかし、国同士が争うことは古の予言によって固く戒められておる。失礼いたします。先の戦いにて最前線で戦っていた者たちを連れてまいりました。おお、そなたらがオレンカの民を守ってくれた者たちか。
心から礼を言うぞ。いや、気にしないでください。当たり前のことをしただけですから。ちょっと王様に対してなれなれしすぎるわよ。うん。ところで、そなたらは何者か。はい、俺じゃなくて、私はジャイワールからオレンカの士官学校へ留学に来ているものです。で、こいつは私のいとこで、今日ジャイワールからこっちへ遊びに来たところなんで。何？ジャイワールが攻めてきた場に先んじてジャイワールの者がいた。まさか貴様らジャイワール軍と通じ、今回の襲撃に加担していたわけではあるまいな。違います。私たちは騒ぎを聞いて駆けつけただけで。そんな出来すぎた偶然があるものか。お待ちください。そもそもこの子たちが本当にジャイワール軍と通じていたら、前線で戦うわけがないでしょう。この子たちがジャイワール軍と関係がないことは私が証明します。そなたは一体？申し遅れました。私は宗主国ゼビオンの戦士オルネーゼ。襲名によりオレンカへ参りました。ゼビオンのオルネーゼ。オレンカ王、我が主ゼビオン王はジャイワール軍の不穏な動きを知り、私をオレンカへ使わしました。今回の一件、もしオレンカ王に争いを止めたいという意志がおありなら、きっとお力になれるかと。そうか。オレンカにはジャイワールと争う理由も意志もない。故にジャイワールが再び攻めてくる前に、彼の国の思惑を知り、和解の道を探りたいと思っている。そこで宗主国ゼビオンの力をお借りしたい。和解のために我が国とジャイワールの間を取り持っていただきたいのだ。承知しました。では私はすぐにゼビオンへ立ち、今のお言葉を王に伝えましょう。なあ、俺も一緒に連れてってくれよ。これ以上オレンカとジャイワールが戦わなくて済むように何かしたいんだ。私も行くわ。オレンカをいかがいたしましょう。うん、では戦士オルネーゼよ、この者たちと共にゼビオンへ向かってくれ。オルネーゼさんのご迷惑にならないよう、くれぐれも慎重に。よし、じわじわたぎってきたぜ。王様、任しといてください。この俺がガツンと話をつけてきますから。我が輩も一緒に任務を遂行してくるであります。ちょっと、あなたたちちゃんと話を聞きなさいよ。頼んだぞ。はい、はい。